なんか天気悪いから人少ないかなと思ったんですけど、全然いますね。めっちゃにぎわってます。そして桜もしっかり咲いてる。もう満開に近いんじゃないですかね。おお、いいね。めっちゃ出店出てますね。なんか若干霧雨が降ってるし、ここにもここに噴水があってってことで、ここら辺一帯の湿度がやばいです。あ、すごい、天気悪くてもちゃんとみんなピクニックとかしてますね。いいな。すでに3本目です。これ座るところがねあればいいんだけど、なかなか人が多くて確保できません。お、だんだん暗くなってきましたね。今午後6時前くらいです。ちょっとね、ここはこうやって見ての通り提灯がこうやって並んでて、夜もねライトアップはされるのかわかんないけど、この提灯の感じが多分綺麗になると思うので、わざと遅い時間に来てみました。あの女綺麗ですね。でこのなんか屋台とかもなんかすごい装飾しているお店とかもあって、すごく綺麗です。なので桜のねこの桜の木自体のライトアップがされるのかはちょっとわかんないんですけれども、夜来るのもおすすめじゃないかなと思いますね。今ちょっとここで何気なく立って休憩してたら、ちょうどここでなんか
このストリートパフォーマンスみたいなのが始まるみたいです。全然あのそんな雰囲気はなかったんだけど、いきなりなんか準備しだして、人集まるかな、退避した方がいいか。しかし500のビール2本とレモンサワー1本、そしてこのハイボール1本飲んでて、あとストックでもう1杯ハイボールがあるんで、かなり飲んだと思うんですけど、かなり酔っ払ってますね。火つけてるじゃん。火でこれなんかやるのかな。あ、この手のパフォーマンスですね。あの栃木のアジアンオールドバザールで見たのと同じような感じですけれども、ちょっとこれ後ろから見るっていうのもちょっとあの新鮮な視点ですけど、ちょっと人が集まると視線が私にも来るので、ちょっと避難したい。おお、だんだんいい感じになってきましたね。なんか桜がメインというより提灯がメインのような気もしますけど、でもものすごく綺麗なんでいい感じですね。去年というか仙台に来てから毎年、今年で3回目かな、3年目かな、あの土ヶ丘公園に桜見に来てるんですけど、これだけ暗い時間にいたのは多分初めてなんですよね。なので、うん、結構新鮮な絵が撮れるんじゃないかなと思います。あ、よかった、この時間までいてよかったです。だいぶ酔いが回ってますが、ちょっとね現金がないので屋台でご飯を買えないのがちょっと残念なところですけど、なんであのコンビニとかであの飲み物とか食べ物を調達しているっていう感じなんですけど、現金が本当200円ぐらいしかないので、で今ねあのお金下ろすと今日土曜日なのでお金かかるので、ちょっと今日は屋台飯はなしで、また今度の機会で屋台飯は食べようと思います。今日はちょっとコンビニで調達でしのぎます。お、これ特等席見つけましたね。まあ、立ってますけど、座れはしないんですけど、座ることはできないですが、桜も見えていい感じ。ちょっとここでゆっくりします。おお、綺麗。もうほぼ真っ暗になりましたが、提灯の感じがめちゃくちゃ綺麗、いいですね。桜自体はあんまライトアップされないんですかね。まあでもこの公園自体が結構明るいので、ちゃんと桜も見える感じなんですけれども、この屋台とかもちゃんと夜になっても営業しててめちゃくちゃいい感じです。なので夜来ても面白いんじゃないでしょうか。多分7時8時ぐらいまではやってると思うのでいいですね。なんか夜になったら人すきましたね。なんか夜の方が仕事終わった人とかが一気に来て、昼間より人増えるかなと思ったんですが、人減ってます。なので夜いいかもしんないですね。これでラストにしよう。キリンビールの晴れ風、めちゃくちゃ美味しいですね。あの缶のビールってあまり家で飲むことないんですけど、あのウイスキーとかそういう悪系の酒しかね家では飲まないんですが、こういう時は結構ビール飲みます。缶のビール美味しい。ちなみにおつまみはこれね、柿の種のわさび味。ちょっと屋台飯はなしと言ったにもかかわらず、ちょっと欲に負けて大阪焼き買ってしまいました。まそう、これやばいっすね。絶対ビールと合います。あー、うまい。めちゃくちゃ癒される味。ちょうどね、現金をちょうどこれ200円だったんですけど、ちょうど200円しか持ってなくて、隣の唐揚げ屋がもう終わっちゃってよってなんて言われたんですけれども、本当にあの現金持ってなかったので買えませんでしたが、あの大阪焼きだけめちゃくちゃ美味しい。ちょっと飲むのに夢中になってて全然見てなかったので、ちょっと最後にフォトウォークして終わります。
そう、このお祭りのいいポイントは、良心的なポイントはちゃんとゴミ捨て場を用意してくれるんですよね。日本の大半のお祭りだとなんかゴミ持ち帰ってくれみたいな感じなんですけど、ちゃんとこうやって分別もされてて、缶めちゃくちゃいい。これめちゃくちゃありがたいです。なかなかないっすよこれ。なんで？そうなんだよね。絶対いなくなんだよ。